はい、毎度おなじみゆうご .tv でーす。本日もご覧いただきましてありがとうございます。早速本日のお題を読んでいきましょう。本日のお題は、自分の願望のために生きると私利私欲の道に走ることになる。こちらのお題を今から読んでいきます。いでよシェンロン、オラの願いを叶えたまえ。鳥山明さんの有名な漫画ドラゴンボールで登場する有名な言葉です。ドラゴンボールを7個集めればシェンロンが現れ、どんな願いも叶えてくれるというストーリーです。願いを何でも叶えてくれる存在が現れ、何でも願いを叶えてあげようと言われれば、あなたはどう答えますか？お金持ちになりたい、自分の家が欲しい、不老長寿になりたい、アイドルと結婚したい、世界を征服したい、何でも願いを叶えてあげようと言われれば、極端な願いになってしまうはずです。人に勝手に願いを考えさせると、ほとんどの場合は、私利私欲が中心になります。人のことは全く考えず、自分の欲望のために願いを言い始めます。それが人間です。人間は、まず何より自分のことを第一に考える癖があります。自分が一番可愛いのです。人間に夢を考えさせれば、大抵は自分のことしか考えていない私利私欲に走ってしまうのです。自分のために生きるのではダメなんだよね。では、人のために生きればいいのか。いいえ、そうではありません。すでにお話ししましたが、人のために頑張ることも自分を偽ることになります。灯台では、遠くを照らせば足元が暗くなります。人のために頑張ると自分の生活が傾くため良くない。一方、自分のために頑張ると私利私欲になってしまうため、これも良くない。人のために生きるため、生きるのはダメ。自分のために生きるもの、ダメ。じゃあどうすればいいの？気づきましたね。その言葉を待っていました。ここまで来れば、次のお話が要約できるようになります。本当にお話ししたい内容はここからです。東大では、遠くを照らせば足元が暗くなります。また足元を照らせば今度は遠くを照らせなくなります。この問題を解決するために一つ方法があります。灯台が発光体になればいいのです。太陽のように発光体になれば自分も周りも明るくなれます。自分の生活が向上し、人の生活向上のお手伝いをすることができます。最も理想的な人間像です。では、自分が発光体になるって具体的にどうすればいいの？発光体になることは簡単なことです。例え一つ挙げれば、好きなことをするということです。好きなことをすれば、自分にとって喜びとなります。読書でも、映画でも、勉強でも構いません。自分の好きなことを徹底的に極めます。すると、不思議なことに人のためになるようになります。自分は好きでやっていたことも、ある一線を越えれば人に感動を与えたり役立ててもらえるようになります。私は今自分が好きで作品を書いていますが、これは同時に人のためにもなっています。もともと読書が好きで書くことが好きな成分であるために、昔から好きなことばかりしていました。すると書いた作品を人が見てくれ、参考になると褒めてくれて、結果として人のためになっています。自分が輝き、人も明るく照らすことができるようになったのです。喜びのモチベーションは私利私欲が含まれません。私はそもそも人のために読書をしたり、稼ぐために記事を書いたりしているのではありません。ただ自分が喜びたいからしているだけです。私にとって読書をしてたくさん書くことはそれだけ喜びであり感動です。人から褒めてもらわなくても、お金を稼ぐことができなくても、すでに最高の喜びです。さあ、あなたも好きなことを始めましょう。自分の私利私欲に生きるのではなく、人のために生きるため、生きるものでもありません。喜びのために生きるのです。自分の私利私欲のためではなく、人のためでもなく、自分が喜び、感動するために好きなことを始めるのです。喜びに生きるということは、自分が発光体になるということです。自分が輝き、人も明るくさせることができるのです。今日の格言。喜びの道を歩み、発光体になる。疲れた、読むの。
長かったな今回のお題。なるほどね、昨日の続きだねこれは。まさに自分が好きでやってることが自然に人のためになっている。まさにこの yugo.tv も自分が知識を貯めて、知識女にモテるためとか、なんかかっこよくなるためとか、ただそういう自分がちょっとでも成長する癒やしい、そういう考えのために始めたこの yugo.tv がいつの間にかコメントをくれてくれる人がいたり、 Facebook でいいねをしてくれる人がいたり、人のためになっている。なんていいことでしょう。そう、喜びの道を歩み発光体になる。そう、自分が明るく過ごしていれば周りの人も自然と笑顔になってくれたり、ちょっと気分が上がったり、そういうなんか、この人がいると空気感が変わるよねみたいな、そういう人でありたいですね。ということで長かった。ありがとうございました。今日もご覧いただきましてありがとうなり、もう舌が回んない、勉強になりました。それではドローンいたします。